皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達から元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、僕はですね、その病気の関係でね、そのそれなりにそのたくさんのね、あの種類の薬を、まあ、かれこれまあ2年以上か、もう2年以上毎日365日ね、休むことなく、飲み続けております。それによってですね、まあ、様々な、ね、副作用があるんですけどもね、まあ、その中でも、まあ、今までお話しさせてもらってた中で言うたらですね、まあ、そもそもの、ね、白血病という病気を治すために飲んでいるのに、別の病気になってしまうというね、結果になってしまうという、まあ、その代表的な 病名で言うたらですね、骨粗鬆症とかね、大腿骨頭壊死症とかね、あと糖尿病とかがありますね。糖尿病に関してはですね、そのね、糖尿病が原因で様々な箇所に、体の箇所に、ね、血管が出てしまうのでね、もうそうなったらね、もう大変です、ほんまに、ね、それやったらね、そんな薬なんか飲まんかったらええやんかいさってね、思われてもね、しゃあないんですけど、まあ僕もね、そう思ってたことがあるぐらいなんですよ。でもね、その病気を治していくためにね、まあ、その薬を飲んでいきましょうってね、病院から言われたらね、まあ飲まなしゃあないな、飲まなあかんよなってね、こう思ってしまうんですよ。まあだから飲んでるんですけどもね。ほんでね、まあ、そのもしね、糖尿病やね、大腿骨頭壊死症とかね、骨粗しょう症とかになってしまったとしてもですね、まあそれはね、その健康的な人が、まあ、これまで送っていた生活習慣が原因でね、まあ、糖尿病になってしまったりとかですね、まあその、まあ加齢とか、年を重ねていくカレーとかね、食べる方ちゃいますよ、年を重ねていくカレーとか、まあ、女性ホルモンの分泌が、ね、少なくなったり、あとね、腸の中でね、カルシウムの吸収が悪くなってしまって、でさらにそのね、カルシウムの吸収を助けてくれるビタミン D をね、作る働きがね、弱くなってきて、発症してしまう、まあ、骨粗しょう症や、大腿骨粗へのね、血流が変化してしまう怪我とかね、大腿骨粗っていうのはですね、普通にさらっと言ってますけどもね、大腿骨っていうね、太ももの大きい骨があるんですよ、太い骨ね。でそこの太ももの大きい骨と骨盤をつないでいる、こうちょっとね、これが太ももの骨やったら、骨盤がね、こうカパッてこう挟んでくれる、覆いかぶさってくれるようになっているところの、この接続してくれるところのここが大腿骨頭っていうね、大腿骨の頭って書いて大腿骨頭っていうんですけども、ここへの血流がね、変化してしまうような怪我ね、そんな怪我とか、あと長期間にわたってのそのまあ飲酒によってね、お酒の飲みすぎですよね、それによってまあ発症してしまう、その大腿骨頭壊死症というようなね、その発症のね、仕方とは別で、普通の人のそのなる症状とは別でですね、僕の場合は全てその今飲んでいる薬が原因なので、そのね、まあ、それぞれがね、発症しても薬が原因やからね、それぞれに対しての普通の人とは違う薬があるから、まあ大丈夫ですよってね、その入院中にね、担当してくれてる先生からね、言われたことがあるんですよ。だからまあね、それを聞いて安心しきってたんですけどもね、まあしかしながら、まあ、退院してる今となってはですね、その血液検査においてですね、まあ、少しでもそれらの兆候がね、見れるとですね、今見てくれてる先生からね、めちゃくちゃ怒られるんですわ。だからまあそれをね、今は改善していってるんですけどもね、まあその改善していってるんですけどもね、今はおかげさまでですね、まあ、血液検査の数値をね、基準値のね、上限下限というか、まあ上と下内をね、まあこう維持しております。この中でね、維持しておるんですよ、数値をね、僕の体の数値がね。でもまあ詳しく言えばなんですけども、その上限ギリギリの項目もありますんで、まだそこにはね、ここまでのこう下げ幅がありますので、油断はしてはいけませんよとね、よく言われています。まあ、非常に厳しい先生ですわ。
まあね、まあ、ひどいとね、それがひどくなるとですね、命に関わってくるのでね、まあ、先生もそれなりにね、厳しくなってくるんやろうなとはね、思っております。と、まあね、怖い話はこれぐらいに置いといてですね、まあ、これからお話しすることはですね、先生からしたら、まあ、あんまり注目してないことなのかね、まあ、改めて先生にこのことを聞いてみても、なんでやろうね、っていうぐらいの感じでね、その流される感じの内容の話になってくるんですけども、まあ、でもこれはね、皆さんの中でもひょっとしたら日常的にその悩んでる方もいてると思うんですけどもね、それは何か分かりますか？それはですね、むくみなんですよ、むくみ。僕はね、先ほどお話ししました、その難しい名前のね、怖い病気と併用してね、むくみとも戦っておるんですよ。それもね、その先ほどのね、この怖い病気のね、バージョンと同じくですね、薬を飲んでるがためにむくみになってしまってるんです。ちなみにね、その病気が原因でもあるんですけども、まあ、そのことについてもね、まだ後ほど少しね、触れてお話ししますね。で、まあ、そしてですね、まあ、僕のこの動画のね、まあ、このチャンネルを見てくれてる人たちっていうのは、まあ、主に女性の方たちがね、多いので、そんな皆さんなら、そのむくみで悩んでるんちゃうかなと思います。まあ、そんな皆さんはですね、まあ、もちろん健康的な人たちが多いと思うんで、まあ、普通の人がなるむくみだとは思うんですけども、そんな皆さんの中でもひょっとしたら、まあ、僕のようにね、病気が原因でむくんでる人たちも、ね、いてると思います。なので、そんな健康的な人たちも僕みたいに病気でね、飲んでる薬が原因で、まあ、その今現在結果として体に起こってしまっているむくみについてお話ししていきます。まあ、今までね、過去に何回かですね、まあ、むくみについてもお話しさせてもらったことがあるんですけどもね、まあ、再度喋らせてください。ほんで、まずですね、まあ、病気が原因でむくみになる場合なんですけども、よく挙げられる病名っていうのがですね、心不全とかね、まあ、肝硬変、腎臓病がありますけどもね、別にそれらと限ったわけではありません。そして、そんなむくみが起こってしまう病気としてはですね、まあ、血液の循環をね、調整しているこの心臓の働きが低下したりとかですね、まあ、ここの場合やったら、まあ、心不全が挙げられるんですけども、その心臓の働きの低下でですね、その毛細血管ってあるでしょ、毛細血管ね、肌の表面にある毛細血管で、そこの毛細血管を流れてる血液がですね、正常にこの心臓にですね、戻れない場合にですね、その毛細血管の圧がね、上昇してしまって、血管の中の水分がですね、外にふわってにじみ出てしまって、むくみが生じるんです。そうなんですよ。だからね、その毛細血管の血液がね、心臓に戻れなくなって、でも体は心臓に血液を戻そう戻そう戻そうとして、その結果血圧が上がってしまって、その血管内の水分がですね、血管から外にわってにじみ出てしまって、むくんでくるということがね、起こってしまうんです。これが主に病気でのむくみになる原因でした。そして、そのね、病気以外でむくんでしまっているバージョンとしましてはですね、そのね、まあ、皆さんもそうなんですけど、僕もそうなんですけども、人間の体って細胞ってあるじゃないですか。その細胞と細胞の間の水分があるんですね。その水分が異常に増加してしまった状態の時にむくんでしまう傾向があります。まあ、例えばですね、まあ、朝起きて顔がパンパンにむくんでしまってる時とかね、腹ぼったくなってる時とかあるじゃないですか。あと、他はその夕方になるとですね、足がむくんで、その靴がね、窮屈になってしまうとかね、あとは足首のね、靴下の跡がついてしまったりしますよね。もう、あれっていうのはですね、その一日のうちにその体が疲れてしまってですね、体の機能が低下してしまって、その細胞たちがね、水分の調節が難しいとなってしまって、むくんでしまうんですよ。で、これらがその病気以外でのね、むくんでしまってるバージョンとしてね、挙げられる原因でございます。そしてね、むくみによってですね、実はね、体重がね、増えてしまうことがね、あるんですよ。たまに皆さんもあると思うんですけども、まあ、僕は入院中にあったんですけどね、そのむくみが原因で、ね、急激にですよ、体重が増えた時があったんです。いや、あれはちょっと怖かったんですけどね、まあ、部屋に戻って安静にしなさいって言われたんですけども、その時にね、その時の僕の場合はですね、ほんまに病気と薬が原因でむくんでしまって、体重がね、もう激増してしまったんですよ。でもね、そのような僕みたいな、その病気が原因でむくんで体重が増加する以外でもですね、まあ、むくみでね、体重が増えるというね、現象がね、起こります。それでね、体重計乗ってね、体重が増えたことによってね、うわ、太った
ったわーとかね思うじゃないですか。でもそんなね太ったに対してまず思うのはね肥満ですよね。しかしですねその同じ体重が増えてもですねそのむくみと肥満ではそのね成り立ちがね全く違うんですよね。でむくみは体の水分が異常に増加した状態であって肥満は脂肪分が増えることなんですよ。まあ、区別するにはね、まあ、そのむくんでる部分にね、まあ、特にね足のすねとかね、僕は足の指先の付け根とかなんですけどもね、そこをこうギュッてね強くね指で押してみてください。ですねその指でね強く押した時にですねそのまんま指の形のへこみができてればむくみです。で肥満の場合はですね、このようなことはね起こりません。指でグッて押してもポコンってへこむようなことはねありません。ブニンってしてこうね、すぐに元に戻るような感じはもうお肉です。普通のね脂肪です。まあひどいむくみはですね3日4日ぐらいでですね10キロもね体重が増加することもあります。僕はまさにこれでしたね。だんだん入院中にねあの体重増えていくからねこれまずいなと思って朝体重測ったら79キロやったのに夜測ったら83キロなってるわとかねあったんですよ。でもそれは本当にもう僕の場合は病気と、薬のが原因なので、まあ、そこまで皆さんはね急激に1日にそんなに何キロも増えることはないと思いませんけども肥満の場合はですねここまで極端な体重の増え方はありません。まあこう徐々に蓄積されていくものなので、まあ、3日4日ぐらいでねその脂肪がね10キロ増えることはまずありませんのでね、あったらそれはもう病気が原因のむくみかもしれませんので病院に行ってください。まあ、病院でねむくみと診断されるか、まあ、ひょっとしたら別の病気をね見つけてもらえる可能性もありますので、ね、まあ、そのような体の変化があったらねまず病院に行きましょうという感じですね。いやー怖かったですね。まあ、たかがむくみされどむくみ、そんなねむくみに対して普段からできるね改善方法もあるんですけども、まあ、それについてはね次の動画でねお話しします。病気でねむくんでしまってる人でもね、まあ、続けたら少しはその効果が見られたりという情報もねありますしね、まあ、病気じゃない人がやればさらに効果見れると思いますのでね、まあそんな感じで次の動画もねぜひね見てくれたらなと思っております。そんな感じでね今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。